あ、一郎くん。うん、大丈夫。私も今着いたとこだったから。何よ、その気持ちの悪い笑顔は。本物って何？そんじゃ今までの私は偽都だったってわけ？顔にビスでも打ってあった？そうかな。それでどう？本物の私は満足した？当たり前だよ。モニター越しだと特別綺麗に見えるってわけでもないしさ。つまんないお世辞はいいから、こんなとこで立ち話してても仕方ないよ。一郎くん、今日はどこに連れてってくれるの？よく考えると実際に一郎君と会うのは初めてなんだよね。テレビ電話って実は偉大な発明なのかも。一応はじめましてって言うべきなのかな。そうしよっか。問題ないよ。早く行こう。こらこら、席に座った途端にくつろぐんじゃないの。私が目の前にいるってこと忘れないでよ。その気持ちはわかるけどね。女の子は一回座ると長いから、硬い椅子よりこういう柔らかい方がいいよね。誰が遠慮してるのよ。いいから一郎くんもちゃんと座りなさいよ。もう遅いってば。うん、とにかく今日は誘ってくれてありがとう。そんな改まって言われると緊張しちゃう。まさか一郎君とこうなるとは思ってなかったし。お互いに過ちを犯したのかも。一郎君って意外と志が低いんだね。さあね、それはどうかしら。まあそれは冗談として。それは一郎くんがまだ修行が足りないってこと。でも本当に良かったのかな。ほんの数回話しただけなのにデートなんかしちゃって、軽い女の子だなとか思われないかな。そうかな。だったらいいけど。でもどうして一郎くんは私なんかを選んだわけ？嘘ばっかり。でも他にも女の子はいたわけじゃない？それはもういいから。
ゃ聞くけど、一郎くんはさ、私のどこがそんなに良かったわけ？やっぱり分かっちゃうのかな、そういうのって。なんだけどね、私ってこんな性格じゃない？ああ、お前にはやっぱり無理だねとか言われると超ムカついちゃうのよ。分かってはいるんだけど、やっぱりね。でも珠代の方が心配だけどな、なんだかぼーっとしてて、私としてはさ。そういうこともあるかな。もう可愛いとか言っといて全然褒めてないよ。他にもっと何かないの？ちゃんと言ってよ。他に一郎くんが私を選んだ理由は？とか言ってる間に考えてるんでしょ。ズルしないでさっさと答える。考えてる考えてる。ダメ。はい、時間切れ。何なの？その単刀直入な理由は。そう、ありがとう。だってそんなまっすぐな視線で言われると本当にそう思ってるのかなって。やめてよ、どんな顔したらいいか分かんなくなっちゃうじゃない。ところで今日はどこに行くつもりなの？ううん、そうじゃないけど、一郎くんがどういう風に今日のデートコースを決めたのか知りたくて。そうだね。まあそれが賢明だよね。え？次って？それは君次第だと思うけど。過激なとこ？それってどんなとこなの？一郎くん、私が嫌だって言ってもそんなとこに私を連れてっちゃう？だよね。一郎くんにはそういうの似合わないもん。バカにはしてないよ。でも一郎くんがそんな男の子じゃないってことは分かってる。
君に限ってそんなことはなさそうだよ。私だってそれなりに人を見る目はあるんだから。うん、もういい。お腹いっぱいになっちゃう。うん、行こっか。あんまり長いこと座ってるとここに根っこ生えちゃいそうだし。前だな。私もそれくらいじゃないかな。嫌いってわけじゃないんだけど、なかなか機会がなくって。あ、わかった。一郎君これから美術館に行こうって言うんじゃない？芸術を鑑賞するのも悪くないかな。それにしても随分古典的なとこを選んだね。そうでもないけど。ゲーセン？もう随分行ってないな。高校生の頃写真撮ってシールにするやつ、あれなんて言うんだっけ。そんな名前だっけ。あれが流行った時にはたまよとかと一緒に通ったな。今考えるとなんでって感じよね。何を一人で悩んでるの？ああ、ワンダーポリスみたいなやつね。あんまり行ったことないんだけど、嫌いじゃないよ。気分の悪くなるような乗り物とかないなら。それにしてもアミューズメントパークって一発で出てこないような単語じゃないよ。ごめん、そんなに怒んないでよ。ただ一郎君がちょっとおじさんっぽく見えたんだってば。それは私のせいじゃないよ。ど忘れした君がいけないと思うんだけどな。私はどっちでもいいよ。一郎君のいいと思う方で。何か言った？よし決まり。いつまでも喫茶店でじっとしてるより100倍はマシだよ。いいから行こう。今日ぐらいは普段使ってない一郎君の脳を刺激しないとね。こんな展示やってたんだ。全然知らなかった。それはモネとゴヤだと思うよ。一郎くんこんがらがってない？
うだね。うん、こんな風に絵を鑑賞するのってずいぶん久しぶり。なんだか高尚な気持ちになるね。抽象画じゃないよ。ちゃんと女の人の顔が書いてあるじゃない。こら、指さすんじゃないの。だいたい抽象画っていうのはピカソとかダリーのことでしょ。全然違うじゃない。そういう発音なの。この人私の好きな画家なんだから、バカにしたら怒るよ。これは、わかるわよ。作者の恋人と言われる女性の肖像画よ。若くてみずみずしい女性の表情を繊細なタッチで描いてるわ。この作家の前期の作品ね。満足したって、まだ順路の半分も来てないよ。一郎くん、もう飽きちゃったの？これ男の子の絵だよ。一郎くん、ちゃんと見なよ。ちょっと盗作的な感じだね。でも画家とか作家にはそういう性癖の人が多いみたいだし。なんなの唐突に。私は違うわよ。別にそんなの好きじゃないんだから。急にそんなこと聞くからびっくりしたじゃない。一郎くんのそういう姿、ちょっと想像がつかないよね。やめて、その姿が頭の中に浮かんできちゃうよ。気持ち悪いってば、想像させないで。どうしたの？いきなり変なこと言い出して。それってまさに今の君じゃない？一概にそうとは言えないと思うけど、一郎くんには才能なさそうだよ。変な考えは捨てた方が良くない？モデルね。一郎くん、横島なこと考えてない？にもよるな。一郎くんはどんなのを描くつもりなの？それだったら一郎くんにもなんとかなるかもね。絵画じゃなくって絵本の挿絵みたいなの。
そんなことないよ。絵本の挿絵だって難しいんだから。それに絵本ならエッチな絵にはならないし。違うの？やっぱりね、そうじゃないかと思った。それで一郎君はどんな絵本を作る？うさぎね、ちょっと意外だな。一郎君って可愛いっぽいのが好きなんだ。私がうさぎのモデルなの？なんか変わってるね。それは却下かな。はあ、よかった。やっぱたまには芸術に触れないとダメよね。心が洗われるみたいだった。嘘ばっかり。一郎君ほとんど見てなかったみたいだったけど。受付のとこで何か売ってるみたいだよ。見ようよ。何かいいのあったら買っちゃおうかな。そうだね。手紙とか出さなくても飾っとくだけでも悪くないよね。特に集めてるってわけじゃないんだけど、自然と溜まっちゃうのよね、なぜか。あるある。猫とか犬とかペンギンとか、つい手が出ちゃうのよね。そうかな。やっぱ買うのをやめとこうかな。にしとかないとポストカードに埋もれて暮らすことになっちゃいそうだから。私って筆不精だからな。年賀状だって書かないで済むんなら書きたくないもん。そうだね、やめとくよ。そうだね。さっきから何組もすれ違ってるし、私たちも他人から見ればカップルってことになるのかな。別に意味はないけどさ。ただ私たちって恋人同士に見えるのかなと思っただけだよ。いいよ。どうしたってわけでもないんだけどさ。おかしくない？お化粧崩れてないかな？なんだか周りの人たちがこっちをジロジロ見てるような気がするのは気のせいかな。
ろ行こっか。いつまでもここにいても仕方ないような気がするし。うん、もういい。十分楽しんだから。これからどうするの？言いたいとこだけど、言わないの？よかった。本気で今夜は返さないって言われたらどうしようかと思っちゃった。どうかな、走って帰っちゃうかな。そうじゃないけど、いきなりそんなこと言う人には危なくってついていけないよ。やっぱりはその時までに考えとく。そろそろ行こっか。駅まで送ってくれるかな。うん、駅まででいいの。行こ。そうだね、ありがとう、一郎くん。うん、今日のとこはやめとくよ。もちろん誘ってくれるなら喜んで行くよ。人がこっち見てるじゃない。そんなこと言わないよ。また面白いとこ連れてって。よかった。私の方こそ一郎君に嫌われたんじゃないかと思っちゃった。結構きつい性格してるでしょ。自分でも分かってるんだけど、これって治らないんだよ。よかった。あ、そろそろ行かないと。うん、ここでいいよ。それじゃ、一郎くん。待ってるよ。じゃあね。さよなら。